全世界の皆さん、こんにちは、こんばんは、タナです。本日は道志の森キャンプ場に来ていまして、梅雨真っ只中なんですけれども、今日はね、いい感じで天気が持ってますね。2週間前ぐらいに行った時よりかなりね、人も多くて、これから夏に向けて多分道志はね、結構人が増えてくると思います。でエリアも時期が経つごとにね、だんだんこう開放されていってるんで、上の方まで行けたり下の方とか結構長いんで、ぜひね、行ったことない人は行ってみてください。で今日は、いつも通りキャンパー取材を行おうと思っているんですけれども、ちょっとね、男性2人で楽しそうにキャンプされてる方がいるんで、ちょっと突撃してお話を伺います。行ってみます。すいません、タナチャンネルのタナと申します。よろしくお願いします。ちょっとよろしいですか？はい、はい、大丈夫です。突然お邪魔して。いやいや全然。めっちゃいい感じじゃないですか。ありがとうございます。よく2人でやられてるんですか、キャンプ？そうですね、2人で行くことは結構多いですね。キャンプ友達？そうですね、キャンプ友達ですね。もともと大学の友達で、僕がキャンプに誘って一緒にキャンプをするようになった。じゃあハマらしたわけですね。そうですね、どっぷり今使ってますね。それぞれキャンプ歴としてはどんなもんなんですか？いやー、歴自体はだいぶ浅くて2年ぐらい。そうですね、2年、僕1年半とか2年ぐらいですね。2年ぐらいって。じゃあ割と始めてすぐこれ面白いぞと思って誘ったんですね。そうですね、僕自身は小学校の頃から家族と一緒にファミリーでキャンプ行ったりしてて、でこうまあ自分でキャンプ道具を買って一人で行くってなった2年前ぐらい。それが2年前ぐらいで、そこからまあ一人で行くより友達と行ったが楽しいかなと思って、こう友達を誘うようになったっていう。じゃあソロもされるんですか？そうですね、たまに。はい、ソロもしますし、あとグループでもっと大人数でもっと大きいテントを持ってって、家族で使ってるテントを持ってって、5人とか6人とか、そういう大人数で行くことも結構多いですね。なるほどね、そういうことですね。はい。じゃあまあ1年半ぐらいって感じですかね？そうですね、はい。誘われてハマって、誘われて。そうですね、僕も自分でなんかいろいろキャンプ道具買うようになってから、なんかソロキャンプとかも行き出したりしてって感じですね。道志の森は初めてですか？今日2回目ですね。2回目。はい。普段はなんかどのあたりでやられるんですか？いやー、かなり広い。広いは広い。どこでも行く。結構どこでも。結構どこでも行く。じゃあ今まで行って、はい。景色が良かったとこ教えてください。ああ、難しいな。ここはバカって。いやー、自分的にはしびれ湖。しびれ湖。かたぬき湖。湖畔キャンプが結構好きなんで、やっぱり湖のあるキャンプ場、その2つは結構僕の中では好きなキャンプ場なんです。そういうことですね。いいですね。どうでしょうか？そうですね、僕はまあしびれ湖何度一緒に行かれたんですね。行ったんですけども、個人的には沖縄の石垣島で1回キャンプがしたことが2人でしたんです。石垣島で？あ、そう、石垣島でキャンプしたことがあって。キャンプ場あるんですか？あるんですよ。そうなんですよ。そこがなんか南国というか、まあ南の雰囲気がすごくあって、普段とは全然違うような雰囲気でキャンプできたっていうので良かったですね。なんかキャンプのお店も1個ありますよね。ありました。行きました。いつ行ったんですか？それも結構最近で、3月ぐらい。でっかいスタッフいませんでした？でっかい、いかつくてでかい。いかつかったかな。いや、割と普通な人。いや、多分場所が間違ってなければ、僕の後輩が働いてるんですよ。あ、そうなんですね。多分なんかでも石垣島にそこしかないみたいな感じのことを言ってたんで、多分そっちだった。多分そうですね。まあちょっとそんな感じで。じゃあキャンプ道具について聞いていきたいんですけど。ちょっと僕気になってるのが、まあ、それぞれ1台ずつ持ってきてるんです。焚き火台、こちらがファイヤーグリル。ファイヤーグリルに、なんかこうすごいことになってます。そうです。これは一応ユニフレームから出てる専用のオプションで。あ、これそうなんですか？あ、そうなんですよ。純正？純正です。はい。これ何なんですか？これは一応この上から吊るトレポットみたいな形になってて、でまあここにこう出すといろいろハンガーになってかけることもできますよみたいな形。これ純正なんですね。あ、そうなんですね。一応ここにこう吊るすやつもついててみたいな。チェーンみたいな。そうですね。だからダッチオーブンとかこう鍋系のものを料理で使うときはこれを持ってって使うっていう。これ設置って簡単なもんですか？ちょっと手はかかるけど、まあそんなにくるはないですね。これどうなってるんですか、これ。なんか特殊なオプションをこうネジでつけるとかそんな話なんですか。ではないです。こことここに引っ掛けて、2箇所引っ掛けて、それを四隅に、ここがもう取れちゃうんですね。はい。でもドッキングさせるだけ。そうですそうです。であとここもこうバラバラになるんで、ここが。あとここを差してってみたいな形。これいくらぐらいするんですか。いくらやったかな、ちょっと5000円とか買ったんがだいぶ序盤の方なんで、そうなんですよ、だいぶもう、マジちょっとね、調べて、そうですね、チャリンってしてくんで、でもこれ、めちゃくちゃ便利ですね、そうなんですよね、やっぱり収まりがいいのと、多分普通の別売りでトラポッド買おうと思ったら、足とかが結構邪魔になったりする分、これがないんで、これ、初めて見ました。あ、そうですか、実は。タナチャンネルで取材して、一番使ってる焚き火台がまあこれなんですよ。にもかかわらず、これ見たことなかったんで、2年前にちょっと始めた時にもうこれを買ったんですけども、その買ったと同時にもうこれも一緒に買ったんですよね。やっぱその頃からこういうトライポッド上から吊るすのにすごい憧れてたんで、でまあ吊るしたがりです。吊るしたがりなんです。大体そうなんですよ。キャンパー吊るしたがりで、やっぱりまあこれも一緒に。オプションとしてあったんで、まあもうその時に一気に買ってしまったと。なるほどね。でここはまあ物をかけたり、ちょっとしたものね。そうですそうです。便利ですね。あ、そっか。なるほど。ありがとうございます。あ、すみません。でちなみにこれ網って置けるんですか。網も置けます。普通に置けたらもうこのまま置けないです。特に干渉せず。干渉せず。ありがとうございます。でこちらはもう。皆さんご存知のスノーピークのもうザ・焚き火台の M サイズになってます。M サイズ。はい。これは1台のみ。いやピコグリルも持ってるんですけれども、まあ基本的にはこっちをまあ車で行く時とかはまあそんなに重さも気にならないんで、まあ重いんですけどまあこっちを持っていくことが多いですよね。じゃあそのピコとこのスノーピークの焚き火台はまあ両方どっちも使ってる。そうですね。はい。ピコグリルの方はまあ基本的になんかバックパックで行ったりっていう時はまあ。軽量さを求めるんで、そういう時は使いますけど。はい。なるほどね。ちなみにこれ焚き火台他にも持ってますか？いや、僕は今これだけしか持ってない。これだけで。はい。ああ、もう一本でいってるわけですね。そうですね。ここまでね、いろいろあると。そうなんですよ。で、まあ基本的に僕はその車で行くキャンプしか行かないので、そうですね。あんまりこうウルトライトのこうピコグリルみたいなのを使うようなキャンプとかはあんまりしないので、そうですね。今のところ。購入予定とかはそういうのはないんです。なるほどね。はい。ありがとうございます。まあ要するにこういう2人で来るときはそれぞれ焚き火台を持ってくるのはもう基本なんですか。そうですね。基本的には2人で持ってきて、それぞれが焚き火をいじりながら。そうですね。まあ2つあるとまあ料理もこう並行して作ることもできるし、のでまあ何かと便利な薪の量とかねその分倍消費するんですけど、やっぱり1つずつあった方が。っていう感じです。ありがとうございます。でそれぞれが座られてるじゃあ椅子、こちらがこれがコールマンのあどちらもホールディングチェア両方一緒じゃないですか。色違いで仲良しっすね。一応多分こっちが多分生地がちょっとだけ違う何年みたいな形になってる。あそうなんですね。まあ確かにこう燃えとどまってる感ありますけど。じゃあちょっとこっちの方が高い。そうですね。をまあ2人使われていて、でこの薪入れがまあ普通にここにマーキュリーのがあってまあここに入れてるという感じですね。ちょっとじゃあこっちから行きましょうかね。この辺これまあ今の季節重要なクーラーボックス、これはどこのでしょうか。これはコールマンのシルベルトの黒です。どうですか使い勝手。これ以外持ってたりするんですか。もうこれあとはもっとコンパクトにするときはソフトクーラーを使ったりとか、あとはもっと大人数で行くときはオルカー持ってるんですね。あもっと大きいやつ、これの倍ぐらいなんか人が入れそうなやつをそんなでかいの1個持ってて、まあでも2人でもだいぶオーバースペックなんですけど、まあ3人とかだったらまあこれがちょうどいいかなっていう。じゃあクーラー2人で行くときはまあ片っぽが持ってきてって感じ。ちょっと中身チェックいいですか。あいいですよ。大したもの入ってないんだけど。あまあ水。あそうです。まあ必須ですもんね。基本買ってきて。お肉とか。肉。はい。いいですかちょっと。はい。これ普通にこの辺で買ったのってことですか。あそうです。道の駅ではい。こんなホルモンとか売ってるんですね。あ、そうなんですか。で、まあ米と氷と、はい。あれお酒入ってないですけど。お酒僕が飲めないんです。あ、そうなんですか。僕が飲めないんですよね、全然。じゃあお酒飲まず、はい。あ、そうですね。飲まない。僕はまあ飲むんですけれども、なくてもいい。なくても全然大丈夫。僕は多分飲まないから。ありがとうございます。で、これでかくないですか、ダルトンの。あ、そうですね、ダルトンの。これ XL。あ、これ XL ですね。そうなんですよ。だいぶ重たそうですけど。あ、そうなんですよね。重たいんですよね。で、もともとだからランタンとか、はい、大きめのランタンのここに吊るしてあるランタンあるんですけど、がギリギリこう入る高さっていうのが欲しくて。で、まあそれでまあ XL じゃないと入らなさそうだったんで、あ、そういうことですね。たんですけど、まあただいかんせん重いから、こうパンパンに入れちゃうとなかなか一人じゃ持てないっていう、そういうデメリットは結構あって。そうですね。はい。まあ逆になんかこうちょっとね軽い寝袋とかであればね、容量を取るものだったらいいですけどね。何かこういじってたりするんですか。まあステッカー貼ってるぐらいですか。そうですね。もうステッカー貼ってるだけですね。本当になんか別にそんな DIY とかしてるわけではないです。ステッカーとか貼ってるだけです。なるほどね。僕は L サイズを使ってるんですよ。家で。まあでもテーブルにもなっていいですね。そうなんですよ。テーブルにもなるから、まあやっぱ大きい方がそのテーブルとしての活用の仕方としてはやっぱりしやすい。使い勝手ね。そうですね。なるほどね。ありがとうございます。でちょっと前この辺見たいんですけれども、これまた。すごいあれですね、充実してますね。2人に合わせるとやっぱりこう持ち合うとどうしてもこう物が多くなってしまう。これすごくないですか。これなんですか。キッチンツールボックス。あ、これ。はい。これどうなるんですか。ペタン。そうですね。ペタンペタンで、まあこう直方体のシンプルなこうなるんですね。はい。になるんですけど。で展開するとこんな感じになって。そうですね。結構見やすいし、まあ見栄えもね、結構確かに確かにそういうのでまあいいと買いました。これすごいですね。あ、これは父親からのお下がり、父親が学生の時に使ってた。え、こういうちょっと見てみていいですか。これここですか。そうです。大したあれじゃないんですけども、なかなか年季入ってますね。年季入ってて、そうなんですよ。じゃあ朝はこれで扱う時もあるっていう感じですね。はい。どこなんですか。メイドインジャーマニーってこと。そうなんです。どこのやつかちょっと分かんないんですけど。すごい。おお、でもいいですね。朝これで。後半でやってるわけですね。あれと優雅ですね。あ、で、これあるじゃないですか。話題の。なんか一時期めっちゃ話題になってますね。オニヤンマくん。はい。どうなんですか、それ。いや、全然これ使ってなくて、ちょっと。どれぐらい効果があるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、これはぶら下げるやつですよね。そうですね。すごい売り切れたりしてたじゃないですか。そうですね。まあこう夏になる前に一応まあ買っといて、まああればあった方がいいかなみたいな感じで入れてたわけですね。なるほどね。ありがとうございます。でこの辺りがまあシェラカップ、そうですね。などがあって。でメスティンがあって、はい、あでここに包丁とかも入るんですね。そうです。包丁とかも。ああ、そうです。はい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 。じゃあってこれなんですか。これはまな板と中に包丁が入ってる。スノーピークの。いや、これはねスノーピークじゃなくて、これもね親にもらったやつなんで。あ、そうなんです。どこのブランドかちょっとわかんない。昔ながらの。はい。これなんですか。これポイズンリムーバーですね。あ、カチン縛れたり浮かべとか。使ったことありますか。いや、まだないんですよ。実際に使ったことはないんですけど、はい、よかったです。で、こちらこれ横にあるの、これは？あ、これランタンスピーカーで、まあ、スピーカーにもなるし、まあランタンにもなる。はいはいはい。ちょっと色がふわふわってなるやつ。あ、そうですそうですそうです。で、この上にあるこっちのこれ何が入ってるんですか？これはあれですね。スキレット。スキレットです。スキレット。スキレットが入ってて。こんな感じで、はいはい。どこのスキレット使ってるんですか。これはあれですね、100均のスキレット、ダイソーのスキレットなんですけど、はい、そうなんです。見ていいですか。あ、どうぞどうぞ。え、これが100円？あ、これ100円。あ、これ300円かな。300円、はい。蓋付き？これ1枚で300円で、これ2枚使って、まあ蓋するときはまあこう1枚をこう蓋する感じで。ああ、こういうことですね。そうです。形で使ってて、全然十分そうですね。あ、そうなんです。全然スペックとしては別にこれに文句はないというか、全然十分すぎるっていうか、調理器具としてはすごいコスパいいと思います。があって、でこの辺はフィールドラックをまあ高さ上げてする感じなんですけど、これはまあ2人それぞれフィールドラック持ってるんで。2個2個出し合うみたいな。そうですね。合計まあ5個多分あると思うんですけど、僕が3つ持ってて彼が2つ。はい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 。っていう感じ。でこれなんですか？でこれはスマピークのフラットバーナーなんですけど、じゃあ調理はこれここかそれか、あとそこにもそうですね。シングルバーナーもある。シングルバーナーも3つあるんで。それはどこのですか？これは外のウィンドマスターでいう。そうですね。はい。今日何食べるんですか？あれ焼いて食べる。そうですね。そうですね。があって、また見るもここにもあります。はい、そうですね。二人で多分持っちゃってるね。そうですね。はい。ギアで被ってる。被ってるもあるけど。まあ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 、それはそうですよね。で、コーヒードリッパーがあって、豆があって、この下のちょっとこれいいですか？これなんですか？これはナイフなんですけど、三木鍛冶屋村っていう、自分の地元は兵庫で、兵庫の三木市にある鍛冶屋さん、そこでアウトドアナイフを作ってて、これがその三木鍛冶屋村で、かっこいいですね。結構いいですか？あと高そうですね。あ、ちょっとお値段はちょっと何万やったっけ？何万したかな？3万。そこまでではないけど、1から2万ぐらい。そうですね。モアナイフとかと比べるとやっぱりちょっとするかな。まあ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 、要するにこれ手作りとかそんな話なんですか？あ、多分そうだと思いますね。これ先っぽ、先っぽかけちゃって。何があったんですか？これはもう普通に使ってる間にポキっちゃったんです。ちょっとこうね、こうちょっとこう、まあ用途としては、あ、そうですね。バトニングとか、はい、プラスチック作るのに、はい、使ってる感じ。ありがとうございます。があって、このトングはどこなんですか？炭トン。これラルファ。あ、これラルファ。ラルファ。とこなんですけども、ちょっとこれも焦げ。焦げますか？ここ焦げてるから手もいかれてませんか？絶対行かれてますよね、手も。グローブしてるからってことね。はいはい、相当すげえな、これ。ラルファ。そうなんですよ。で、ここが要するに広がるから、持ちやすいわけですね。そうなんですよ、はい。これ何に使うんですか？これね、多分わかんないけど、炭かきとか、ああ、こうやって。多分そうやと思うんですけど。こうなりますよっていう。はい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 。ありがとうございます。で、このランタンポールがスノーピークのパイルドライバー。はい、そうです。で、これはコーマンノーススターですね。これはどちらなんですか？あ、これ僕のなんですけど、僕が、これも親からのお下がりで、家族でキャンプ行ってた時から使ってた。あ、じゃあかなり年季入ってるやつですね。15年とかそんぐらい前の。なるほどね。ありがとうございます。で、じゃあちょっとこちらのゾーンに来て、はい、ホットサンドメーカー、はい、これは誰のでしょうか？これは僕のですね。これどこのですか？これ TSBBQ っていうところで、ああ、結構使い勝手いいですよ。使い勝手いい。はい。あ、取れるっすか？ああ、取れます。あ、これ取れたね。はい、はいはい、そうですそうです。あ、で、まあ普通にこれで使えるし、はい、フライパンとしてもまあ使えるし、なんでまあ挟んでもいいよと。挟んでもいいので、はい。意外と用途は広いですね。今までホットサンド何が美味しかったですか？何が美味しかった？一番うまかったのちょっと。ホットサンド一番うまかったやつ。難しいな。難しいですね。じゃあよく入れるやつ。よく入れるやつは、僕は結構肉まんをやっぱり入れますね。あ、肉まん？はい、肉まん入れて挟んで、焦がして。そうですね。バターとかも入れたりするんですけど、バターとか入れたりして。で、外がカリカリになる。そうそうそう。中はふわふわ。肉まんとはちょっと違う感じ。そう。また違う。じゃあもうコンビニで買っといて。ああ、そうですね。はいはいはい。挟むだけ。挟んでも焼くだけです。それ便利ですね。はい。で、これは？これはまあスノーピークのケトルナンバーワンって確か名前だったと思うんですけども、まあ、見た目やフォルムが結構かっこいいっていうのと、まあ、焚き火でガンガン使っていけるっていうので、まあ、だんだん味が出てくる感じのテトですね。はい。があって、まあ、コーヒードリッパーですかね。そうですね。があって、これは？これは挟むやつか。そうですね。こんな感じで高さがあるやつですね。があって、まあ、上がって、これは LED はどこなんですか？これはコールマンとアーバンリサーチのコラボのやつですね。はい。ちょっとつけてもらっていいですか？どんな感じなんですか？全面がだいぶ、はい、そうです。全面と、あとまあ上もあそこ明るさ色々変えたり、ここを取り外してこれだけでまあ使ったり。あ、分かれるんですか？そうですね。4つに？2つなんですよねこれ。あ、でまあそうですね、合計3つですね。これは懐中電灯としてもこう使えるんで、夜とかね、はい、こうやって。持って、すごいすごいすごい。はい。まあ実用性抜群なんですよ。そうですね。裏が磁石になってるから、あ、ここが。そうですね。はい。くっつけるんですね。くっつけることもできる。いいですねこれ。ありがとうございます。で、この辺がミニマルワークスのインディアンハンガーのにかかってるのがあれですかね。これはキッチンペーパー入れですね。キッチンペーパーが入ってオレゴニアンキャンパーのやつで、まあこんな感じでここから取り出しやすいやつなんですね。でまあシェラーでランタンはこれどこなんですか？これはフィアーハンドのハリケーンランタンだと思います。あ、これ僕のです。はいはい。でゴールゼロ、はい、ゴールゼロでシェラーがあってって感じですね。はい。でこちらにじわじわっとはい映ると、これ何が入ってるんですか？これは基本的に僕のキャンプ道具全部この中に積み込んできて、でまあついたら展開するって感じで、まあ基本的にまあキャンプするときはまあつけとしてとか台として使う感じです。入れ物、はい、入れ物として使ってます。でこのサイドテーブルは？はい、これはキャプテンスタックのもので、まあアルミローテーブルって名前。はい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 。でモーラーナイフ。はい、モーラーナイフですね。でクッカーケースかね。はい。ありがとうございます。これバッグ生かしてますね。これどこだ？これマックパックっていうところのやつで、あ、アウトドアですよね。あ、これアウトドアです。持っていいですか？あ、どうぞどうぞ。はい。これ何リットルですか？これ25ぐらいですかね。これはい。さすがにこれじゃキャンプ行かない。これがキャンプ難しいね。登山とか。まあ基本的にそうですね、そっちで使うことが多いです。はい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 。があって、このタープ、これちょっと聞きたいんですけど、これタープこれどこなんですか？これフィールドアのやつ。フィールドア。はい。結構でかいですね。あ、そうですね。これはかなり大きくて、2人で使うのにも結構持て余しちゃうぐらいの大きさ。レクタタープの PC 素材のやつなんですけど、まあ焚き火もいけますよと。そうですね。はい。でまああと。お二人でテント2つ持ってきてっていうパターンもあるんですけど、他にも3人4人とかでテント3つ4つっていう形でソロでやることも多いんで、そうなってくるとやっぱりこのぐらいのオープンタープ、大きさのオープンタープっていうのはやっぱり欲しいな。まあこんだけあれば本当だいぶ十分ですね。そうですね。2人では結構、ね、だいぶレイアウトを考えないと、場所を持て余しちゃうので、ちょっとその辺は結構難しい。結構こう片方の辺を落とさないと、下に落としたりしないと、やっぱりこの部分が持て余しちゃうから。ああ、確かに。まあある意味ここもうちょっと上げたら下げればね。そうですね。そうですね。はい。できますもんね。ここ。そうです。そうです。ただまあポールが、ここのポールがウッドポールなんですけど、これフィールドアのウッドポールなんですけど、どうしてもこれが細かい長さ調整ができないんで、これはね変えられますね。細かい長さちょっとできるんですけどね、これがこの次ってなったら次2分の3倍になっちゃう。なるほどね。そうですね。でじゃあ最後にテントそれぞれ聞きたいんですが、まずこちらは？はい、僕のテントですね。これモンベルのクロノスドームっていうものです。はい。2人、まあスペックでは2。ああ、そうですね。2人用になってるんですけども、まあ一応居住空間はできるだけ荷物とか置いたりコット入れたりもするんで、まあ広い方がいいかなっていうので、まあ今日2人用のこれちょっと中見たいんですけど、あ、もう本当コット置いてしたらもうほぼそうなんですよ。結構以上、そうですね、以上って感じなんで、まあ軽くまあリュックを置くとかぐらいですかね。はい。このテント以外で何か使ってたりします？いや、このテントは1本でやってます。この1本で、はい。で、これはコットなんですけども、ワットノットっていう、これ確か三木市にある、僕も地元兵庫なんですけども、まあ地元の雑貨屋さんで、はい、メーカーで見つけて、はい、そうですそうです。まあ横にこうやっていろいろついてますね。あ、そうです。なんで寝る時とかはまあメガネとかけたりとか、時計かけたりとかっていうのでいろいろ吊るせたりするんで便利ですね。便利なんですね。はい。で、これはこれはサーマレストのやつですね。マットですね。ライト。あ、そうですそうです。で、あと寝袋。はい、寝袋。寝袋何使ってます？寝袋は冬はナンガのやつ使ってるんですけど、今はなんかよくわからないサウスフィールドとかなんかそういう感じのメーカーのものを使ってますね。なるほどね。はい、ありがとうございます。はい。で、じゃあもう一人の、あ、これもモンベルっすね。これはモンベルですね。はい。これはモンベルのムーンライトの2型、はい、2です。形がまたね、そうですね、クロスフレームと FM みたいな形で、これなんかひょろ長いですね。あ、そうなんですよね、結構。これ1本、まあ一応そうですね。あとは家族で使う大きいやつ、あ、そうかそうか、言ってましたもんね。そうですね。またタープ泊とか、これ大きいんで、これでタープ泊するってなったら結構居住空間あるんで、これでタープ泊とかします。テント自体はソロのテントはこれ1本。ちょっといいですか、これ。あ、全然。はい。僕もコットを入れて、もう寝袋を入れてるだけなんです。はいはいはい。ああ、まあこっちの方がちょっと広いですかね。そうですね。そうですね。の方が多分ちょっと広いかなと思いますね。まあ下手したらもう一個コット入れてもいけますね。結構そうですね。初めてキャンプを連れてってとかっていう友達と行くときはこれで結構2人で行ったりするんで。なるほどね。そういうことですね。はい。で2人でも行けると思います。これコットはどこですか？これもフィールドアのやつです。フィールドア。はい。ああ、にモンベル。そうですね。のスパイラルストレッチのやつですかね。これそうかな。はい。めっちゃ伸び縮みする。そうですね。はい。どうですか、このそれぞれテント使ってて、なんかまあどちらかというと三角テント、そうですね、まあ高さも低め、はいはいはい、腰ちょっとそんな気にならないですか？いや、まあ気にならないですかね。テントの中でこう何かするとかっていうことがなければ、もう寝るだけっすもんね。そうですね。基本的にこのテント外で生活してたらもう多少低くても、案外ムーンライトは結構高さとかこう居住空間を、これのもう一個前の方のムーンライトなんかはもっと居住空間狭かったはずなんで、それに比べたら多分こうだいぶ広くなってるで、居住空間に関しては十分って感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にちょっと車、これできたんですか？あ、そうです。乗せてきたんですか？2人乗って、はい、すごいですね。結構だいぶ積みましたね。そうですね。これ車自体はこれ何の車なんですか？これはミニなんです。ミニっていうメーカーのミニクーパーです。はい。2人乗りなんですか、これ？一応この後ろのシートを倒す、そうです、上げたら4人乗りにはなるんですけども。ちょっとじゃあ、あ、でもいいですか？はい。ちょっと汚いから。ちょっとだいぶ汚いんですけど。これ乗りますか？あ、そっか、まあ確かに、まあこれ下げて、そうなんですよ、全部使って一応フルフラットにこう後ろがなってくれるから、だからまあこう乗せたりするのはまあしやすいっちゃしやすい。ギリギリですね。ギリギリですね。もう本当にパズルみたいに、だいぶ、まあそういう意味ではね、テントとかコンパクトなのね。そうですね、そうですね。はい。で、まああと基本的にこうコンテナ1つ、でクーラーボックスでも結構乗せるもんが大きいけど限られてるから、乗せ方がもう完全に、そうか、僕らの中で決まってて、箱みたいな、そうそうそう、でここにこれみたいな感じで決まってるんで、別にそのパンパンだけど別にそんな困ることはなるほどところはないと思う。そういうことなんですね。ただこれ以上物が増えるともう乗らないっていう状態なんで、確かに確かに。ちょっと要検討は必要しないとですね。そうですね。買い替えるってなるんですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ締めていただいて。最後にちょっとお二人のこうファッションチェックをよろしいですか。はい、これキャンプ仕様みたいな感じですか。まあキャンプの時の格好。あ、そうですね。はい、そうですね。これはどこなんですか。これは安倍っていう、はい、これも一応本社が地元の兵庫の三田市にカーパンかな。はい、メーカーさんのところで買った、店舗があって。そうですね。その店舗で買った。はい、そうです。あ、じゃあそこのオリジナルレーベルみたいなそういう話なんですか。そうですね。そうだと思います。はい。がまあつなぎと帽子が、帽子はこれニューエラーとゴアテックスのやつですね。はい。を使ってる。そうです。はい。で、僕は DOD の、あ、これ DOD なんですか。DOD のベベベのベストっていう確か名前の。ベベベのベスト。ベベベのベスト。DOD の面白いネーミングのやつなんですけども、はい。じゃあキャンプの時はもうこれ持ってって。そうですね。はい。まあいろいろ入りますよね。そうなんですよ。いろいろ。後ろどんな感じなんですか。後ろこんな感じです。後ろはまああれなんですね。はい。いろいろハンマーとかペグとか入るんで、設営の時にいろいろ探し回らなくてよくて、便利ですね。で基本はまあキャップというか被り物をする。する時としない時もある。はありますけど、はい。する時はキャップ。っていう感じなんですね。はい、わかりました。いろいろとどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと今日。ありがとうございました。ちょっと今日おお、すごいすごいすごい。何これ？え？どういうこと？これシェラカップ、真鍮のシェラカップと真鍮。ありがとうございます。あとまあステッカーと、まあこれ東京クラフトっていうキャンプメーカーを立ち上げて、それのステッカーとでこれ本が僕が出した3冊ある1冊なんですけど、まあちょっと料理にフォーカスしたレシピ本がこれ嬉しい。はい。で。これまたちょっとあれなんですけど、これが去年の10月にリリースした焚き火台になりまして、ちょっと1人分組み立てていいですか。せっかくなんで。これタナさんのブランドみたいな。そうですそうです。それなんか見た気がします。 YouTube かなんかで見た。結構美味しそうですね。めっちゃコンパクトですね、これ。そうなんですよ。収納はこんな感じです。めっちゃ薄いな。なので積載は例えばああいうコンテナとかあれば最後にスッて入れたり、まあ積んで余ってるところに入れたりできるんで、これぐらいのしかも軽いです。軽さで、でこれを実際にこうじゃあどう作るかでいくと、こうやって出して。ここがまあ火床になるメインのとこなんですよ。これをまあこう置いて、これがまあサイドパネルになるんですけど、ここにこう穴が開いてるんですよ。この穴をここにこっちと、あと反対側ここにも入れて、でここをここにはめるんですよ。そうするともう片っぽついて、あとは残りは反対も同じように。結構大きくなるんですね。はい。こことここ入れて、でここをこう下に押すとこれで出来上がり。なるほど。はい。持ち運び便利そうですねこれ。そうなんですよ。場所の移動が簡単そうです。はい。そう。軽いし。で、これはまあ五徳、まあ上に置けて一応こうスリットが入ってるので、まあずれにくいのと、まあ横もこう最低限落ちないようになっているっていうのと、こっちもまあずれにくいと。で下にもまあ一応置くことができるんで、まあ遠火と下だとまあ近火。で薪はまあ結構まあ割とね、買ったまんまの薪をこうやって普通に入れることができるんで、まああとこういうふうにやって、まあこっちだけでちょっとやって、まあこっちはこう退避する場所にするとか、割といろんなこう使い方ができるんで、確かに使い勝手。でまあ2人とかでもサイズ感があるんで、まあほぼほぼ多分同じぐらいだと思うんですよ。まあ囲ってもいただけるっていうのがあるんで、ぜひね、今日燃やしてもらえればと思って、置いていきますので、使ってください。ありがとうございます。